ちりめんじゃこ、爆弾ミニトマト、見てめちゃくちゃうまそうちゃう。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、ミニトマトにめちゃくちゃ美味しさをね閉じ込めた爆弾ミニトマト漬けの作り方を紹介させていただきます。ほんとこれね、そのまま食べても美味しいですし、ご飯にトッピングしたりそうめんなんかにトッピングしてもねめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ミニトマト1パック。こちらもヘタの方を取り除いてね、さっと水洗いして水気を切っといてください。玉ねぎ半分。はい、こちら、刻んだ青ネギ。まあ、だいたい大さじ3杯ぐらい。そしてこちら、ちりめんじゃこ。これも大さじ3杯ぐらい用意してください。はい、こちらがね、味付けの調味料。ちょっと多く見えますが、簡単に揃うもんばっかりです。濃口醤油 50cc。お水 50cc。お砂糖大さじ1杯。いりごま大さじ1杯。ごま油小さじ1杯。一味唐辛子小さじ1杯。はい、そしてチューブタイプのもので構いませんので、おろしニンニクを小さじ1杯。材料は以上です。はい、こちら、玉ねぎの方は、できるだけ細かめのね、みじん切りにしてください。もうやり方は何でもいいです。細かいみじん切りね。もう私は適当にやるときはね、もう薄いスライスをかけて作っていただいて、パタッと倒すじゃないですか。もう端っこからちょっと刻むだけ。これで細かいみじん切り簡単にできますんでね。もうややこしいやり方とかしなくて大丈夫です。ほら、普通に細かいみじん切りできてるでしょ。もうこんなもんで OK なんで、玉ねぎは細かいみじん切りにしてください。はい、こちらね、玉ねぎみじん切りと、そしてヘタを取ってきれいに水洗いしといたミニトマト。もうここまでできたら準備完了。あとはね、この揃えておいた材料と調味料をすべて混ぜ合わせるだけ。はい、ボウルなどを用意していただいて、まずはね、お醤油とお水、そしてお砂糖を加えて、ここで一旦しっかり混ぜて、お砂糖を溶かしてね、なじましといてください。はい、お砂糖がね、しっかり馴染んだら、もうあとはね、用意したものすべて入れていくだけ。ごま油。ごま。一味唐辛子。はい、おろしニンニク。小さじ1杯ぐらい。これはお好みで、適当で OK。刻みネギ。ちりめんじゃこ。はい、みじん切りした玉ねぎ。そして、ミニトマト。はい、これで OK。あとはこやつをね、優しく全体的に混ぜ合わせて、このトマトに絡むように、しっかりと混ぜてください。あー、美味しそう。めちゃくちゃええ匂いするわ。これやばい。はい、オッケー。このまんまね、ちょっと表面にラップなんかをぴったり当てて、最低でも3時間。できたら一晩ぐらいしっかり漬け込んで、このミニトマトに味を馴染ましてください。もうそうするとね、中から旨味が炸裂する爆弾ミニトマト完成なんで。じゃあこのまんま冷やしていきたいと思います。はい、こちら今ね、半日ほどしっかり漬け込んだ爆弾ミニトマト、見てめちゃくちゃうまそうちゃう。はい、もうこれね、旨味がトマトの中にギュッと凝縮されて最高なんで、ぜひ一度作ってみてください。それでは今日もいただきます。めちゃくちゃうまい。ほんとこのね、ミニトマトのプチッと弾ける食感の中からいろんな旨味がね、うわーっとにじみ出てくる。これはマジやばい。そのまま食べてもね、おつまみにもなりますし、私がよくやるのはね、そうめんなんかにこの汁と一緒にトマトをね絡めて食べる。めちゃくちゃうまい。ほんとこの爆弾ミニトマト、ぜひ作ってみてください。マジで